先日、スーパーでたまたま、買ったポテチが、めちゃくちゃ美味しかったです。それがこちら、カルビー、ポテトチップス、幸せバター味、です。バターシュガーっぽい味付けで、ポテチなのに、若干の甘みがあります。甘じょっぱい感じです。一口目食べた時は、違和感がありました。ポテチなのに、なんで甘いんだろう、みたいな。しかしですね、これが非常に美味しい。例えば、桜餅を葉っぱと一緒に食べると、甘じょっぱくて美味しいじゃないですか。それと同じような感じで、この甘じょっぱさが、謎に癖になります。一度これに手を出すと、もう普通のポテチには戻れないかもしれません。でも、ダメな人はダメな味付けかもしれません。ただ、一度試してみる価値は、あると思います。気になった方は、スーパーやドラッグストアのお菓子売り場で、探してみてください。ハニーバター、ハニーシュガー系は、大体美味しいですね。コストコで販売している、ハニーバターミックスナッツ、もかなり美味しいです。ミックスナッツの表面が、ハニーバターでコーティングされていて、蜂蜜の甘みと、バターのまろやかさが、最高です。難点は通販で買うと割高で、2000円くらいしてしまうことです。コストコに行った時は、ぜひ買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。